青柳一郎7月29日1983年8月2日は日本の内務官僚政治家山口県知事衆議院議員山口県出身早稲田大学教授青柳厚恒の長男として生まれる第三高等学校を経て1926年東京帝国大学法学部政治学科を卒業 1925年11月、高等試験行政化試験に合格。内務省に入省し広島県属となる。以後、熊本県警察部、福岡県警察部の各特別高等警察課長、上海領事、福島県書記官、警察部長、軍事保護員業務、軍事婦女、総務の各課長、厚生省大臣官房会計、総務の各課長、 同省保健局長などを歴任。1946年1月、最後の感染山口県知事に就任し、1947年4月まで在任した遺憾。公選初代、田中達夫山口県知事の下で副知事を務めた。その後、住宅営団幹事、日本医療団幹事、全国国民健康保険団体中央会長などを歴任。 1949年1月の第24回衆議院議員総選挙で山口県第2区に民主自由党から出馬し当選。以後、1953年4月の第26回総選挙まで連続3回当選。1955年2月の第27回総選挙で落選した。その他、衆議院地方行政委員長。 自由党政調会構成部長、同社会部長、運輸審議会会長、阪神外房不登校団参与などを歴任した。1983年8月2日死去。去年83。ありがとうございます。